9月15日早朝、東西両軍およそ20万の軍勢が関ヶ原に集結した。敵はおよそ8万、家康は桃配山に陣を敷いております。8万か、勝てる。霧が深くて敵が見えん。敵はいかほどじゃ。はっ、敵の数およそ10万でございます。10万。殿、黒田の者みがお目通りを願っております。黒田当然。はっ。ケア門戸にございます。主長政の命により、この目でしかと確かめた敵情をお伝えいたします。うん。敵の数2万、多くて3万にございます。2万から3万と、先ほど10万と聞いたぞ。随分と違うではないか。敵は見た目は多くはございますが、戦う気があるのは石田、浮田、小西、大谷ぐらい。あとは数に入らぬゆえ、多くて3万と申し上げた次第。さすが黒田の家臣、よくぞ見て取った。褒美じゃ。ありがたき幸せ。2、3万の敵などひとひねりじゃ。